はい、こんにちは、こんばんは、おはようございます。ミミです。そしたらですね、ネフシューの続きをやっていきたいなと思っております。前回と、の宣言通りですね、こちらカーミラの交換所に来ております。こちらはですね、首狩りガマ2つでこちらの終わらせるものの4番の書物を手に入れるということで、前回と、配信からですね、プレイしていて首狩りガマの、装備を2つ手に入れることができました。装備も直してるね。アイテムとしてもよーいしょっと、どこにあるかな。あったあったあった、こちらですね、首狩りガマを2つと、先ほどのですね、先ほどじゃなかったな、やっぱりですね、漆黒の迷宮の5階層にいるですね、ガーゴイル、こちらとですね、戦闘して、稼いできました。というわけで早速交換していきましょう。ほいっと、説明を聞く。古の伝説を記した書物の4巻だよ。完結しているように見えるけど続きはあるのかな。首狩りが2つと交換ね、ということで交換していきたいなと思います。ほいっと、交換交換と、はいどうぞ。ですね、一応収録なんですが、実はですね、深夜の1時半過ぎてます。で、ですね、ちょっとお酒も入れておいて、かなり酔っ払ってるような状況でですね、こちらの収録をやり始めたというタイミングです。さてさて、どんな中身なのかですね、ちょっと読んでいきたいなと思います。終わらせるものの4番ですね。これでほぼ書物手に入りましたよね。というわけで、そしたらですね、終わらせるものの4、読んでいきたいなと思っております。パッと目の前が開けた。そこに鏡のような水面があった。かつて人の力で掘られた縦穴は長い年月の末に湖となっていた。それは限りなく深く、青く、そして全てを許容する。我々は魔人を生まれてきた場所に返すように定められている。この湖は魔人の生まれた場所に最も近い。ここに投げ込めば壺はきっと叱るべき場所にたどり着く。うん。二人は荷車から壺を取り出すと、一つずつ湖に投げ込んでいった。ゆっくりと遥かな深みを目指し、そしていくつもの願いが沈んでゆく。ああ、ようやく終わった。ごめんなさい、少年だったので高さが違ってますね。ああ、ようやく終わった。少年が感慨深けにため息をついた。いや、まだだ。私が残っている。え、ディーバも行ってしまうの。私が壺に入ったら誰の手も届かぬところに送ってくれ。そんな寂しいよ。大丈夫だ、お前に時間は関係ない。空間すら超えられる。みんな必ず戻ってくる。魂は永遠なんだ。本当だね、約束だよ。これが終わりなんかじゃない。ディーバー笑った。そしてすべてが始まった。ちょっとよくわからないけど、まあいろんな瓦解したあれですよね、神殿のところからいろんな壺を探してたっていうところでしたよね、確か。で、ディーバと一緒に壺を探して、で湖に沈めたという描写のところで終わりということでしょうかね。まあ、これも一緒に寄贈いたしましょう。というわけでですね、あと一つ
多分これで全部だよね。そうだね。で、ここの隠し扉があるというとこですね。というわけで、あとは終わらせるものの5があるのかな。漆黒の迷宮に、まあ漆黒の迷宮にあると思っているんですが、そこまで行ければ OK かなというふうに考えています。というわけで、漆黒の迷宮のですね、4階層からですね5階層の攻略を進めていきたいなと思っております。ちょっと、酔っ払っているような状態で、配信をしている、配信じゃないな、収録をしているので、まあちょっと聞き苦しいところあるかもしれませんが、よろしくお願いいたします。そしたら行ってみましょう。はい、第5階層です。ここからですね、右も左もとりあえず行ったんで、上がセールというとこですね。じゃあこちらから進んでいきましょう。で、どうもですねこういうとこではないっぽいので、最悪緑だったらガイゴイルは倒せるというとこなので、一番左から行こうかな。あー、やっぱなんかそんな感じかなとは思ったけど、あー、そういう風に見えるのね。あ、まあ着火をしちゃいましょう。攻撃力は、そこそこありますが、ティララの攻撃、こちらがですねかなり、効きまして、急所に行けばまあ500ぐらい、あ、そうですね、単純な攻撃も500だったので、殴っていたらというような状態です。呪文とかはですねそんなに食らわないんですけど、どうもティララの攻撃がだいぶ効くという状況で、進めていました。あ、やべ、全然見てなかった。さっき立つよ、このプレイをしている最中はですね、台風がですね来ていて、で、大丈夫かなと思いながら、考えていたら、なんとですね台風が、変な方向に進んでいったという状況で、幸いなことにですねそんなに、おお、こっちに来たな。ちょっと。コーマの子。右と左があるね。青やば、あ、やばそうだなと思ったんだけど。まあ恐怖はまだ大丈夫かなというのは、恐怖耐性がないのはリト君だけ、あー、やべ、リト君だけなので、まあかわしてもいけるかなという感じはあるんですけどね、正直。お、なんかあるな。信銀、ん？信銀の毛皮って書いてあったかな。これは魔人専用のアイテムのようだ。追加装備、ディーバのブースト後の魔法耐性が上昇。あ、使えるんだ。刺す、刺す、防御は追加され、光属性が弱いから普通、水属性、地属性に強くなった。え、使ったの？なんかヒュイーンっていう音が鳴らなかったけど、使ったのかな。あ、使ったことになりましたね。じゃあ逃げましょう。なんか追っかけてくるっぽいので、あー、そこら辺は一匹倒さないとダメかな。よし、逃げましょう。よし、 OK、 右へ進んでいきます。よいしょ、
ダメ元で進むしかないな。やだ怖いな。よし逃げた。うわ無理。殴ります。多分先へ進んでるよね、これ感覚的に。まあまあまあ深夜なんで大声出しちゃいけないなとは思いながらも、ちょっとお酒飲んでるテンションで声が大きくなってるかなっていうのも若干あります。倒したらまっすぐ上に行きます。よっと OK。 お、いいじゃん、クリスタルあったんだね。逃げましょう。第5階層はここか。ん2 4 5、10階層まであるかと思ったんだけど、割と早く、あと1個で対象になるって言ってたね。確か対象性があるって。2個、え、ゲートクリスタルいくつあるかな今。あと2個、あ、まあいけるか。いけるでしょう。ちょっと一旦回復しに行きまーす。そうそう、収録のタイミングではですね、台風が来ておりまして、10月の台風ですね。で、九州直撃するかなと思ったらですね、思ったより南方に連れて行って、偏西風で流されて、で、また南の方にぐるんと回ったところのタイミングぐらいで、収録をしているというところですね。ちょっと先、どうだろう。下から来てるんだろうな。まあ、上行きましょう。あー、この感じはボスですよね。ボスっぽいっすね。さっボスっぽいですね。ティララを回復役にしましょう。で、防御力が上がるようになんかとか、そういう他の能力ですね、が上がるような感じのものを装備させたいなとは思ったんですけど、今見てるとなさそうなので。で、ディーバのところをさっきのカルケウスを使おうかなと思ってます。あれダメかな、攻撃力下がるな。まあいっか、ダメだったらダメだ。ティララの方の装備は、あ、精神力上がるっていうのは今あって、これがね、インスタッフ、防御力もあるのか。ミッドナイトブルーでね、じゃあ行きましょうか。まあ多分ボス戦ですね、この感じだと。というわけで一回セーブして、アイテムのドラゴンブラッドがあるよね。90、よし、まあアイテムは惜しみなく使っていきましょう。そしたら、ボス戦ですかね。ボス戦ですね、やっぱり。エロアイオス、ちょっと怖いんで防御上昇。あ、これいいな。味方一人の四属性の方を耐久上げる。これを本来だったら全員使っておいてやっていくのかな。で、防御力とか攻撃力とか下げると、前回通りだったら第2段階はいるってことだよね。
しようかな。防御かな、まず。そうしたら。お、攻撃も食らえますね。いいですね。この感じだと倒せるんじゃないですか。あとは今度は攻撃力を下げて、防御もまず下がるし、下がるじゃないですか、上がりますね。力、もう一回ぐらいいけるかな。春行ったからキララで精神を破壊する。お、攻撃11なんで、もう多分効かないでしょうね、これで。お、精神も下がった。今度攻撃上昇して、キララでやったのキーバで、なんとなく感覚的になんですけど、早めに第1段階倒しちゃった方が良さそうな感じかな。この感じは殴ろうか。意外とダメージは食らう。166かな。臨床性が下がった。あやな、どういうこと。3回やって多分パーフェクトかな。臨床が下がった。殴ってみましょうか。350、これ普通に倒せそうですね。いいだろう。我が真の姿を見るがよい。エローアイロスの肉体が変容する。か細き体は醜く隠れ、弾け、踊る。その異形はまさに地獄の守護者なり。キハハハ。あ、こんな敵だったの。216、13、13はあんま食わないな。回復に止めないとダメだ。スピードが分からんけど、攻撃、防御、防御に行くか。チェック。あー、点灯付きだな。しかも力全体回復、ナイス。ヘイト1分で攻撃力下がった。やっぱりあの第1段階と第2段階でヒットポイントとか、あーじゃなくて、多分敵が変わってる感じなんだ。あ、ゲッ、なんかいろいろ致死力。あ、ちょっとまずいかな。毒麻痺を回復、精神攻撃で無理もあんの。眠り。もっとこう下げる。なんかパターン化されてる。頑張らなくてもいけそうだな。なんか感覚的なもんは。毒針、いいわ。ダメだ、毒針。
吸収されるやつもうそんなにダメージ食らってないってことは多分倒せるね。なんか、あ、マジで。あ、倒せましたね。割と余裕がありました。黄昏の宝玉、宝珠か。宝珠を手に入れた。これなんか上がるやつだよね、確か。誰だっけ？黄昏だから。ディーバのブーストレベルを上昇。巨雷を習得。一旦回復しましょう。意外と余裕でクリアできましたね。よかったよかった。で、アイテムも回復を回収して。だけかな。ドラゴンブラッドもっと使うかと思ったんですけど、そんなこともなく素直に。クリアできて良かったと思っています。よしよし、第5階層もクリアっていうことでいいんだよね多分。となるので第6階層行ってみましょうか。よし、意外と素直に行けたなぁと思ってちょっと嬉しかったですけど、さあ、て次の敵なんだろうな。結構いろんなパターン出てきたな。あと出てない敵の種類ってなんだろう。第6階層。お、4つもあんな。人に与えられた力、それは真実を求める力。かの者は人を通じて己を見た。それは絶望を知ってしまったこと。だがしかし、それは悲劇をもたらした。確か、第一階層からの話を思い返すと、かの者というものは、人を想像し、世界を想像して人を想像したらよかったですか。で、自分を投影した人間を、想像したけど、絶望したという流れでいいんだよね。よし。たけき者は走り抜けよ。弱者は待て。しかし、それだけでは、煉獄を超えることは叶わない。どういうこと？見た感じからドラゴンですよね、明らかに。あ、折れた剣の刃の部分を手に入れた。お、下から来て左からかな。下の方向へ行きたいんだな。あ、なるほど。待つかダメージカットで突っ込むとか。約100だね。そこまでひどくないか。あれ、エリクサー、あれ、ちょっと待った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 、ルート違うのか。折れた剣の刃って何に使うんだろう。
へ進むと2発ぐらいは大丈夫。どっちが正解？うっそ。やべえな。あ、普通にアイテムだし、しかもあんまりいいアイテムとは言い難いぞ。あ、ドラゴンだね。やっぱり。これ突っ込んだ方がいいね、なんとなく。ティララだけダメージ食らわないね。ドラゴンから逃げまくって突っ込んで、こっちは。よし。まずはセーブポイントの確保。下がダメ。左下から来るんじゃなくて左下に行けるっていうパターンか。こっちもないな。で、右下もあると。なんかあるよな多分。こんな絶対なんかあるでしょ。あった、なんかあった。やった、ワルセルコモノの5だ。なさそうかな。逃げるぞ。はー、一旦帰ります。あ、ここ6階で、ここか。回復しまーす。折れた刃何に使うんだ。まあいいや。終わらせるものの5を読んでいきたいなと思います。ディーバがその役目を終わらせてしまった時、僕はディーバの壺を王の封印なんて読むんだの中に隠すことにした。あの場所はずっと侵入者を拒み続けているけど、僕の力を使えばそれは簡単なことだった。そして今僕はディーバの帰りを待ち続けている。この本にはあり余る時間を使って僕が知ったことを書こうと思う。それを確信したのは王の封印を探索している時だった。これなんて読むんだろう。かつて世界を手に入れた最初の暴君はやがて破滅し非業の死を遂げた。伝説は彼が欲望に狂い力を求めたため破滅したんだと伝える。でも本当は違うような気がするんだ。彼は本当の目的があって力をが欲しかった。彼は真実を知ってしまったんだと思う。真実は決して美しいものではなく、彼の心にか黒い影を落としたけれど、それでも彼は絶望せずに力を求めた。真実に抗えるだけの力を。彼が暴君に変わったのもそうしなければとてもやり遂げられなかったからだ。少なくとも彼はその時そう考えていたと思う。でもうまくいかなかった。反乱が起き国は滅び彼は死んだ。封印の奥深く
彼の首が収められた棺の中に彼自身が書いた遺書が残っていた。彼は真実を知ろうとする者を導くために遺書を書いたんだ。そして僕は気づいた。僕たちの役目はまだ終わっていない。ディーバが言った通り、本当の戦いは始まったばかりなんだ。僕は真実を求める人間に力を貸そうと思う。時空の鎧、エタニティーズを解放する4桁の数字は3602だ。この鎧を真実の探求者に捧げる。3602。あれじゃねえか、道具屋のおっちゃんだ。ここだよな。あ、違う。3602。エタニティーズを手に入れた。マジか。なんと、あれを開けてしまうとは。何やらすごくそうな鎧だな。まあ、中身は開けたやつのものっていうこと約束だから仕方がない。それはお前さんにやるよ。エタニティーズ。おう。時空をたゆとう何者かがもたらした謎の鎧。ザン、ダ、サス。属性防御はないけど、攻撃種類の防御は全部あるということですね。寝たっけ？寝たよな。あのですね、終わらせるものは、多分次回の配信で、1から5まで全部読もうかなと思っております。これで全部。これどうやって履くんだろうね、ここ。裏からとかそんなパターンかなと思ったんだけど、そういうわけでもなさそうだし。ある女神の物語は読んだよね、確か。で、ごめんなさい、こちらの方ちょっとなっちゃってますけど。で、竜になった少女も読んだと思います。で、ある、終わらせるものも、1から5まで、揃っていましたので、これでパーフェクトですよね。多分。なんかないんかな。あれ、どうやって開くんだろう。え？普通に開いたぞ。愛する娘たちへ。父さんと母さんは遠いところまで行かなければなりません。それは普通の人間ではたどり着けないほど遠い場所で、そう簡単には戻ってこられないと思います。世界の真実の一端を垣間見ることは、一人の人間の人生においては非常に稀な出来事です。急じゃないな、稀だね。稀な出来事です。しかし人間はその知恵を書物として記録することで後世に伝えることができます。人間に死は必ず訪れるものですが、私たちは生きた証を記録することができるんです。一人一人の力は小さくても長い年月をかけ、何人もの人間が真実に向かって進んでいくことができたら、きっと私たちはたどり着けるはずです。ユーナ、ユーノ、父さんと母さんたちがいなくな、父さんと母さんがいなくなっても、本たちを、真実の1ページを守ってくださいね。そして、強く生きてください。かすかに涙のシミがついている。ロンギヌス、なんだろう。ラリルレロ。刺す、飛ぶ、神、両、神の子を殺した槍か。なんか会話、
変わらないんだな、会話は。さてさてと、時間的には35分。ちょっと早いな。あの、汚れた刃、これじゃねえか。あの、マスターに。マスターじゃねえか。マスターに渡したらなんかあんのかなと思ったんだけど、あの、あれか、あの、なんだっけ、名前が忘れちゃったぞ。この子、こいつか。に渡したらいいんじゃない？あ、イリス。ついに見つけたんですね。その折れた刃はマスターの持っていた剣の一部です。修復はできるかもしれません。私についてきてくれませんか？いいえ。いつでも声をかけてくださいね。やっぱりこれだ。ちょっと一旦セーブしましょうか。なんか嫌な感じもしますし、多分問題はないと思うんですけど、万が一のためね。はい、行きましょう。あ、壺がありますね。イリスの壺。どこ？これは素直に話しかけるのが正解か？なんだろう、これ入ったの。これが女神の剣。ベルダディールの現在の姿です。この剣はもともと一人の魔人を犠牲にして作られたもの。折れてしまった刃を普通の方法で繋ぎ合わせても真の力は戻りません。この剣を元通りにするには、やはり魔人の犠牲が必要です。ファル、ティララ、ディーバ。ベルダディールは、私のすべての力を使えば元通りになるはずです。あ、そうか。これも、イリスも、壺あるから魔人だからか。でも、極端な話としては、リト君もそうだし、多分、カーミラもそうだよね。感じとしては。ってことは、5人魔人がいるのか、今分かってるだけで。私なら大丈夫。覚悟はできていましたから。修復を始めますか？はい、いいえ、いいえ。そうですか。あー、やらなきゃいけない感じ？わかりました。それでは、始めます。ようやく時が来ました。この剣は、私のマスターの形見。そして、今度から、私の分身になるでしょう。私がいなくなっても、この剣が、リトさんと共にあります。あれ？よかった、間に合った。イリスちゃん、朝廷のオーブがあるんだから有効に使わなきゃダメだよ。ミー、ファルもお手伝いするの。そうね。もう誰かがいなくなるのはたくさんだもの。まったく、一声かけてくれればいいもの。朝廷のオーブさえあれば、みんなで一緒に力を使うことができるよ。というわけで、イリスちゃん一人に美味しいとこを持っていかせないからね。ありがとう。さあ、始めるよ。どういうことだろう。やった。うまくいきました。これが女神の剣。この世界で2番目に強い？ちょっと待って、1番じゃないの。2番目に強い。ベルダディールです。ベルダディールを手に入れた。え、逆に1番何？
かのものと呼ばれ恐れられているものがいます。それが何者であり、どんな力を持っているのか、すべては謎です。でもかのものこそが真実であり、すべての根源であると考える人もいます。もしリトさんがかのものに挑むのであれば、その剣は必ず役に立つはずです。でもかのものの力には魔人のみでは抗えないという話があります。事実、ベルダディールは最強の剣ではありません。それを超えた領域の存在は私のマスターも知っていました。でも私のマスターはその領域にたどり着くことなく命を落としました。リトさん、あなたはすでにマスターの領域に達しています。そしてあなたならそれを超えられるかもしれません、という感じで、2番目に強いと言われる、ベルダディールという剣を手に入れることができましたでいいのかな。ないじゃん。あったあった、これか。古より語り継がれる女神の剣、残光闇竜屍。まあまあ今回はでもこんなもんですかね。状況としては女神の剣を手に入れましたというのが一つ、それからですね、漆黒の迷宮の5回を手に入れた、クリアしたというのが一つかな。あと終わらせるものの全巻集めたよというのが一つで、本屋じゃん、図書館の、図書も全部揃いましたよというのが一つというところですかね。多分これでいいんだよね。でゲート空間もですね、だいぶ賑やかになってきましたね。あと第6階層でも、第6階層でここ来たんだろう。あとここだよな、最後多分ラスボス。こっちからすぐに行けるようにしてんのかな。ラスボス6で、ここ246、2456、10階層まであると思ったけど、そうじゃないんかな。もしか実はもっと遠いとか、例えばこことか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 、それとここ5個、1、2、3、4、5、6個。でも普通にここに4つ行くんだったら、ど真ん中にせいぜい言えるぐらいだろうな。なんだろうこれ、対称性が必要とか書いてあったの確か。まあ進めばそのうちわかるでしょう。もう1個ぐらいはゲート空間出るかな。1、2、でもここラスボスっぽいよな、真ん中ど真ん中とか。なんだろうなこれ。あとで最大出てて6ぐらいか多分と思っています。もしかしたら2で終わるかもしれないな。でも第6階層か、もしかしてラスボスかな。なんか1匹倒したもんね、そういうやつも。今アイテム的にはどうなってるんでしょう。前半戦全回収、中盤戦全回収、後半戦も漆黒の迷宮が半分、半分か。どうだろうね。88分21秒、セーブ回数195回か。
まあこんな感じですね。まあ、続きはですね、次回配信ということにしたいなと思っております。次はですね、まず終わらせるものをですね、最初1から5まで全部読んだ後にですね、漆黒の迷宮の続きをやっていこうかと思います。第6階層のドラゴン地帯ですねから、進めていくという流れになると思います。まあ第5階層のボスはそんな強くなかったんで、4階層ボス、5階層ボスだと6階層もボスいそうな気がするっていうのがちょっと嫌なんですけど、これから一戦一戦1階層ずつにボスいんのかなーと、で5匹くらいいるのかなーっていうイメージはあります。4、5、6、7、8、あ8か。そしたら第9階層からそうすか。でもゲート空間的には C2462456 だか。まあ進めていけばわかるよなということで、今回終了したいなと思っております。なかなかと、ご視聴ありがとうございました。こんな適当な配信にも、ですね、録画収録にもですね、ご付き合いくださりありがとうございます。そしたらですね、また次回の機会、見ていただけると嬉しいと思っております。まあ最後まで、クリアできるというところもですね、漆黒の迷宮半分くらいまではクリアしたでしょうという感覚がありますので、最後まで頑張っていきたいなと思います。最後までご視聴いただけると助かります。それではまた次回の配信に。バイバイ。